エレス、今回もドラクエ11やっていきます。さ、前回ねマルティナが帰ってきたんですよ、仲間に。そうなんで他の仲間もね探して、まあとっととね魔王ぶっ飛ばしたいなって思います。それでは魔王まで、間違えた。え、なんかすごい山がある。何これ、何これ、何よこれ。前はこんなのなかったはずだわ。これじゃあこの先に行けないわね。けど確かこっちってワープできるよね。困ったの。この先には魔王討伐の手がかりが眠る聖地ラムダ。そうだ、聖地ラムダ行けるんだよね。西じゃない、東に行けばそうだよね。海にそびえる光の柱がクレイモランの北にあったはずじゃ。そう、そっからマーメイドハープでワープできるんだよね、確か。試してみるのも良いかもしれんぞ。何か道が開けるかもしれぬからな。教えてくれてありがとう。はい、カミュー。次はカミューが何かあるのか。ここだよね、ここでワープするんだよね。何かあんのかな。まただ。またかよ。え、もういいかも一旦。この海にまだ命があったか。確か前に取り逃がしたやつか。ここでバトルになるのかな。まあよい、魔王様のためこの海には命一つ残さぬ。え、うわ、まずいぞ。わしのグランドクロスも効かぬやつに一体どうやって攻撃すれば。え、あ、その光は。そうじゃ、勇者の力。え、そんなすごく使えるもんですか。ああ、出るわこれは。ガチイカズチじゃん。でかしたぞい。攻撃を弾く術さえ解けてしまえばこんなやつ恐るるに足らんわ。え、ガチいける。よし、反撃開始じゃ。みんな勇者の後に続け。おお、行くんだここで。こしゃくのやつめ、よくもやりよったな。いいよ。あ、ごめん、いつも A 押しちゃう、丸押しちゃうんだよね。さあ、ジャコラが現れた。なんとか破壊軍王かな。入れ替えるか一旦。グレイグをマルティナにしよう。オッケー、 MP 低すぎマルティナ。オッケー。さあ、ここで、まあ、何が一番効くのかわかんねえ。16 12。うわ、どうだろう、サミダレズキのが意外とコスパが良かったりするのかな。一旦デビルモード挟む、それありだな。デビルモードするか。オッケー、なんかいろいろできたわ。え、これで呪文なんかする。ルカニでもしとく。ルカニ、オッケー。守備力下がる。顔見えないね、やばくない。さあ、全身全霊。オッケー、528、結構入るな。まあ、ルカに入ってるからか。シルビアは一旦バイキルト。バイキルトを、マルティナな、デビルモードで攻撃力上がってるから、一旦 L にかける。どうしよう。どっちかにかけるべきだよな。こっちにかけよう。オッケー、L にバイキルトして、灼熱の火球。いや、ローやばい。やばすぎ。L こける。まあ、一
多分これデビルモードって2回いける、2回前たりしない、そんなことないかな、どうなんだろう、1回待ってみる、妖魔の力よ、いける、全部いけるやん、エルは立ち上がれない、これはハッスルダンス、ローちゃん、すまんの、 OK 回復して、ゾーンに入った、連携何に使える、ユグナーの子守唄、これ眠らせれるのかな、一旦使ってみるか、動けねえ、マジか、動けないってなったらどうしよう、一旦自分回復でもいいか、レホイム、いやこれね、マヌーサしようかな、マヌーサしよう、さあマヌーサして、オッケー、幻に包まれる、素早さが下がる、灼熱の火球、さあエルはまあ大丈夫でしょう、さあこれでさみだれ好きするか、どんぐらい入る、あえぐすぎ、1200えぐい、さあこれで全身全霊かな、オッケー、結構な火力だよ、さあ800、さあこれでユグナーのコウモリ歌もう畳みかけよう、どうだ、眠った、ナイス、マジでかい、これ眠ったのマジででかすぎ、どうしよう、ゴールドシャワー、極流打ちって意味ある、悪い力は何も、いい効果何もない、ゴールドシャワーするかな、いや金ちょっともったいないか、でも6万あるから全然使ってもいいんだけど、なんかしたいよな、なんかさせたいよな、攻撃するのもありか、特技でなんか攻撃、どうしよう、まあ、毒も入れとく、危ないキスよ、毒入る、毒ナイス、毒入った、毒2、毒2やばい、さあこれサミダレ好き起こすことになるけど、これサミダレ好きしちゃっていいよな、多分サミダレ好きます、さあサミダレ付いて、さあ沖田がこの L の全身全霊切りで終わるんじゃないか、いけ、さあ812、ナイス、いやもうほぼ完封じゃん、マジでドラクエうちのキャラが強すぎてやばいかもしれない、オッケー、ナイス、レベル上がる、みんなレベル上がるな、オッケー、さあグレイグも上がる、さあ神も上がるだろうな、神上がんないんかい、このジャコラ様が破れるはずな、どまえ、いい雷だったでしょう、まさか貴様は勇者、いやもう気づくのが遅すぎるだろ、ウルノーナ様、勇者が復活を、さあ死んだ、でもさ他にも6軍を倒してるよね、だから多分さあれじゃない、もう別に知ってることない、ウルノーガは、あ勇者復活したんやって、さあレッドオブゲット、ナイス、さあエルはレッドオブを取り戻した、えこれ結構何個目だ、3つ目か、勇者の力を取り戻した、我が孫の敵ではないわ、いやじいちゃん大活躍だったよ、脅威は去ったはずじゃ、よかったね、さあ先を急ごうぞ、このような魔物が二度と現れぬよう一刻も早くウルノーガを倒さねば、オッケー、幸いにもウルノーガはまだお前を死んだものと思っているようじゃ、間抜けすぎ、今のうちに奴を倒す手がかりを見つけるぞ、間抜けすぎではあるよ、オッケーオッケー、行くよ、大会の守護者、勇者の力を存分に発揮し破壊軍王ジャコラを倒した者に贈られる称号、ありがとうございます、さあこれで入るか、マーメイドハープ奏でよう、エルはマーメイドハープを使った、マーメイドハープいずれ、さあこれでワープする、なんか出てくるところ結構変じゃない、こんな壁際から出てくる、さあこれでこっちがねクレイモランだから、クレイモラン行くんだっけ、まあ一旦行ってみるか、
感覚。どうして胸がざわつくんだ。お前なんか弱ったな。神のなんか背筋のこのしょんぼり感が一人だけおもろい。あれほどの大惨事の後じゃ、クレイモラン城もただでは済んでおるまい。まあそうだよな。シャーン女王の安否を確かめたい。聖地ラムダへ向かう前にここクレイモランの城に入るぞ。了解。皆の者は城下町の様子を見てきてくれんか。ん？どうしたカミュ、ひどい顔色じゃが。いえ、俺なら平気です。町の様子を見てくればいいんですよね。どうしたカミュ。いや、無理するでない。記憶もない中一人で動くのは心細かろう。お主もわしたちについてくるがよい。優しい。すみません、ローさん。いや、やまんないでいいのよ。お主らしくもない、気にするな。では城に向かい、シャール殿に会うとするかの。オッケー。どこ行けばいいんだろう。みんないる。マルティナもいる。港の方だけではなく町の往来にも人々の姿が見当たらない。確かに建物の中から人の気配もするのだけど、どうやら何かに怯えて扉に鍵をかけ閉じこもっているようなの。私はこのまま町の様子を伺う。はい、OK。城に行けばいいんだね。OK、OK。城に行きます。城には入れるけど別に。こんにちは。お邪魔します。これでまっすぐ行けば、いるはず。てか、あの、氷の、さあ、魔物はどこ行ったの？こんにちは。顔を上げなされ、シャール殿。王たる者、いかなる時も民を不安にさせてはいけませんぞ。いや、言葉の重みが違うね、ローが言うと。神がずっとあれ、ずっとあれだ、神は。ご健在だったのですね。生きてたよ。久しぶりじゃの。シャール殿こそ双剣そうで何よりじゃ。双剣の意味はわからん。よかった。大樹が落ち、闇が世界を覆い、黄金病の恐怖が。黄金病？何それ？何黄金病って？希望は残されていたのですね。大丈夫だよ。いるよ勇者が。それじゃシャール殿、今黄金病と言ったかの。一体この地で何が起きておるのじゃ？マジで。どうなってんだろうね。数週間ほど前からです。クレイモラン王国一帯で突如奇病が流行り出したのです。この病に感染した者は人間も動物も植物でさえも体が黄金と化してしまうのです。やばいね、黄金になるって。原因も治療法もわからないこの病は、いつしか不安に怯える人々から黄金病と呼ばれるようになりました。黄金病、まあ、病の名前ってこうやってついてくるんだろうね。病と共に現れた巨大な黄金の氷山により、陸路も海路も閉ざされ、この地は今や陸のこと。いや、あれやばいよねマジで。病を調べ、あの鉱山クソ邪魔だったマジで。逆にあらぬ疑いをかけられ、城の地下に幽閉されてしまいました。なんで。お前はシャールはどうなんの。民の強い反対に遭い、なるほどね。黄金病がこの国を混乱に陥れているのです。いや、結構やばいね。なんとそのようなことが。じゃがシャール殿、安心なされよ。その黄金病の謎をわしらが調べよう。ありがとうございます、ロー様、皆さん。ああ、調べます調べます。城下町の民たちにも皆さんに協力するよう伝えておきます。どうかよろしくお願いします。何も言わんのかい、何か言え。神、黄金病。神どうした。さあ行くか。
飛び降りれねんかい。まあ街に行けばね、なんかわかると思うんだよね。まあどうせなんか誰かが悪さしてるからそいつをぶっ飛ばせっていう話なんだろうね。そう、まあそいつが、問題のそいつがどこにいるかではあるよね、普通に。さあみんな合流した。何か分かりましたか？何も分からん、何も分からんかった。それがもう詳しくは分からんが、シャール殿が言うには、なんか来てる、なんかいる、なんかいる。どうした？おお、そこ行くご婦人、よければわしらに話を聞かせてくださらんか。なんだいお前さんたちは、こんなとこでぼさっとして体が金になっても知らないよ。やばいね。あ、ちょっとお待ち、お前さん、もしかしてカミュじゃないか？いや、有名人じゃん、カミュ。俺のこと知ってるんですか？はあ、お前さん忘れちまったのかい？めっちゃ喉鳴っちゃった。お前さんは何？どうした？あ、やばい、やばい、あ、そんな、やばい、黄金病だこれ、これ絶対黄金病だ。ばあちゃん、どうしちゃったの？ばあちゃん、ついに私まで感染しちまったっていうのかい？ばあちゃんマスクはしよう、おばあちゃん、ばあちゃんマスクはした方がいいよやっぱり。おあ、黄金になっちゃった。いや、ばあちゃんのこのばあちゃんの艶えぐいな。これが黄金病だというの？いや、もう病とかじゃないよね。カミュ、どうした？カミュ、ちょっとどうしたの？カミュちゃん、マジどうした？カミュ、え、お前も黄金？気づけ、来てみれば、まさか君がいるとは。何何？お主、カミュのことを知っておる。てかさ、前さ、クレイモラン来た時さ、カミュ中入ってこなかったんだよね。失っておってな。え、なんかある？もしかして、え、気づくの遅い？もしかして、そのようなことが。カミュ、カミュのことをお話ししましょう。後ほど城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。オッケー。大丈夫？